ロイヤルサブキン劇場神々の審判。ここからは僕たちナイトと王子が撮り直しなしのラジオドラマに挑戦します。ナイトと王子に与えられた練習時間は30分のみ。セリフを噛む、言い間違え、素笑いなどなどミスがあった場合にはこんな音が、はい、かんだなります。たとえミスがあってもドラマは止まりません。よし、はい、まあ、早速行こう。はい、準備はよろしいですかね。今日大変だから行こう。ではでは行きます。僕たちナイトと我が輩王子は最後まで演じ続け、物語を完遂させてみせます。なんか不安だな。行くよ、せーの。アリとキリギリス。ちょっとキリギリスさん、どいてください。おっと、失礼。おやおや、君は働き者のアリさんじゃないですか。何がおやおやですか、わざとらしい。そんなところで何をしてるんですか。別に何も、歌を歌っていたんですよ。遊んでばかりで、冬になって困っても知りませんよ。これはこれは、ご心配いただき光栄です。はあ、別に心配なんてしてませんよ。お宅様は大家族でいらっしゃいますからね。冬の備えが大変でしょう。そこへ行くと私なんて自由気ままな独り者。歌いたい時に歌い、寝たい時に寝て、食べたい時に食べる気楽なもんですよ。結構なご身分ですね。どうですか、君も一緒に一曲。遠慮しておきます、僕は食料集めで忙しいので。毎日毎日、よく飽きもせず、そう一生懸命に働けますね。当たり前でしょ、それが私たちの仕事なんですから。なあ、一緒に行きませんか。どこに。どこだって連れて行ってあげますよ。どこか行きたいところはありませんか。ありません。なあ、何ですか、手を離してください。あなたの家族はたくさんいるんだ。あなた一人くらいちょっと休んで遊んでも文句は言われないでしょう。僕は働きありです。働くのが僕の使命なんです。さあ離してください。あっちにいるセイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシを取りに行かないと。セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシなんていつでも取りに行けるでしょう。ダメです、セイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシはセイタカアワダチソウが茂ってる今しか、うん、何するんですか、話せ話せよ。さっきの歌、お前に聞かせるために歌ったんだぜ。藤井フミヤのトゥルーラブ。大丈夫か、兵隊アリさん。話せよ、このデカブツ、いつもいつも邪魔しやがって。邪魔しているのはお前だろ、キリギリス。どういうつもりだ、いつもうちの働きアリの邪魔をして。さっさとセイタカアワダチソウヒゲナガアブラムシを取りに行かせろ、この黒岳佐々木モドキメ。すいません、兵隊アリさん。俺はキリギリスだ、黒岳佐々木リモドキなんかと一緒にするな。黙れ、お前なんか大長佐々木リくらいがお似合いだ。てめえ、やろうっていうのか、忘れるなよ、その気になれば俺の大顎はお前だって食料にできるんだぞ。お前もこの前見ただろ、こいつにちょっかい出したキスジセアカキハラアブレジの最後、お前だってああはなりたくないだろ。一神さあ働きや、ぜいたかアルバダチソウヒゲナハバブラムチュ。ニカミいでえな、知ってるんだぞそいつの秘密。え、なんだと。働きありかそうだよな、そいつをそばにいさせるためにはそういうしか。何を言ってる、こういうことだよ。あ、やめてください。貴様そうだよ、その綺麗な羽、彼は働きアリだな。羽アリだ、羽を隠して働きアリのふりをさせているんでしょ。働きである、わお、ダメだって、働きアリである自分の近くにいさせるために。お笑い草だよヘタヤリさん、
あいつの言う通りだ。いくら羽を隠したって、今のままでは来年の春お前は他の羽ありたちと、神々お前の他の羽ありたちと巣を飛び立ってしまう。それがお前たちの本能だ。僕は兵隊アリさんのそばにいるよ。ずっと羽あり。果たして羽ありは本能という自然の摂理に抗うことはできるのか。神々。そして三匹の愛と聖鷹泡立ち草ヒゲナガアブラムシの運命は、全ては来年の春。